今日は新しい祝日、親子の日だ。みんな思う存分楽しんでくれってばよ。ごめんねサラダ。ん？今日どうしても仕事があって、夕飯までには何とか帰れる。うちはそういうのいいんじゃないかな。パパもいないし。サスケさん。ボルト、やけに親子連れでにぎわっているが何かあるのか。今日は親子の日だぜ。あ、そうだ、サラダは修行場にいるはずだぜ。そうか。サラダと一緒に楽しんだらいいんじゃねえの。ああ。それじゃな。パパ帰ってきてたの？いつ？ついさっきだ。でもどうしてここに？ボルトからお前はここにいると聞いてな。縁日行ってみるか。え、いいの？でもパパが今日帰ってきてくれるとは思わなかった。今日？うん、いいな。買ってやろうか。え？お前も食べたいんだろ？別に今はいい。遠慮するな、赤い飴だぞ。は？何その色押し。赤好きなんだろ？別に嫌いじゃないけど。ならトマトはどうだ。が、だからいらないって。そうか。え、何？おんぶだ。ん？もうやめてよ、恥ずかしい。アカデミーで娘が世話になったそうだな。ああ、サラダはどうだ？優秀だ。だが彼女が進もうとしているのは決して楽な道ではない。辛く険しいものになるだろうが、どうか父親として見守ってやってほしい。ごめん、私も言い過ぎた。ピーナッツ。は？お前は俺の可愛いピーナッツだ。私豆じゃないんだけど。もしかして娘の名前も忘れちゃったとか？何を言ってる、サラダだろ。へえ、一応覚えてたんだね。だから何？別に寒くないけど。今日のパパうざいよ。さっきの本まだ持ってるのか。よこせ、川に投げる。いや、川に投げるべきはカカシ、あんただな。あ、違いない。まあおじさんがどれだけ頭ひねったところで。へえ、おっと、ふさわしい人が来たんじゃない？サスケくん、パパへの憧れが他の子より強いんだと思う。普段会えない分どうしてもね。どんなパパよりも強くてかっこよくて、その分ダメなところをちょっと見ただけで幻滅しちゃう。だからあなたも肩肘張らないで普通に接してあげればいいんだと思う。そうそう、サラダね、将来はほかげになりたいんだって。お前ほかげになりたいんだってな。何、無茶な夢だって笑うつもり？いや、俺も一時ほかげになろうとしていた。え、初耳なんだけど。話したのは数人だけだ。だがあいつのナルトの背中を見ているお前なら、俺のように道を誤ることもないだろう。きっと立派なほかげになれるはずだ。応援する、諦めるなよ。さすが俺の、いや、これはまだ取っておこう。何？何でもない。これだよ、私がパパとやりたかったこと。ね。
し付き合ってよ。また今度だ。もうっていうかさ、今日はまだ終わってないよ。は？親子の日、七代目と一緒にやりたいことがあるならちゃんと言った方がいい。あんたが言ってくれ。